道の駅涼潮田村にて、野戸弁は石川県の北部の旧野戸国で話されている日本語の方言である北陸方言の一種。野戸主流のアクセントは、京阪式アクセントと東京式アクセントの中間型というべきものであり、二拍名詞の一類は風、風がのように発音され、二点三類は池、池がとなり、四類は海、 海がで低く平板、五類は単独では、雨だが、女子がつくと、雨がになる。従って、低高コと、低低テと、低低低は区別される。ただし、二拍目の母音の公共によって、発音の違いがある。その他、能登島には、内輪東京式アクセントが分布しており、能登半島北西部には、無アクセントや、曖昧アクセントが複雑に分布している。 音声では、糸図への区別はなく、一部に主と、一つ、字図,図の区別がないなど、東北方言に似た特徴が見られる。おおむね加賀弁と共通する。理由の、境、にを用いるなど京言葉の影響を強く受けている。和島市山町は、A6 年間から慶安年間にかけて、筑前国省が先から移住した漁民によって開かれ、近隣の先住住民と、漁場争いなどで、 長年対立していた過去から、和島市街地とほとんど一体化している今も、独自の風習や自治組織が維持されている。方言に関しても、能との他地域とは違いが大きく、その特徴の中には、北陸方言では一般的でなく、九州方言との関連が指摘されるものも複数ある。山口、日本語東京アクセントの成立、能とのアクセント、袖領事、 輪島市甘町の漁民集団、その特質と持続性の背景、人文地理第48巻、第2号、168から181ページ、1996年。ABCDEF に行った鉄を輪島市甘町の言葉と甘町町民のルーツ金沢、大学学術情報リポジトリ、2017年1月27日、発行 ABCD に行った鉄を。 石川県輪島市天町方言の調査研究金沢大学学術情報リポジトリ2016年6月10日発行ありがとうございます